hrs スペクトル型イッソティータウリ型星、ヘルビヒアエ、B 型星褐色 Y 星、純褐色 Y 星白色 Y 星赤色 Y 星、純 Y 星 B 種系列星 OBA f 人系、純巨星巨星,巨星バリウム星赤色巨星青色巨星、輝き巨星超巨星赤色超巨星、LBVWR 型星極超巨星絶対、等級形型種系列星は、スペクトル型が、 K 高度階級が部位の核で水素の核融合反応を起こしている主系列性である。代々色矮星性とも呼ばれる。K 型主系列性は赤色矮性と G 型主系列性の中間のサイズを持つ。太陽の0.5倍から0.8倍の質量を持ち、表面温度は 3900K から 5200K の間である。太陽近傍では、 10万立方パーセクあたり、約100個の密度で存在し、主系列性の約13%を占める。これらの構成は、地球外生命の探査対象として特に興味深い存在である。太陽近傍にある K 型主系列性の代表例として、ケンタウルスザアルファ星 B やインディアンザイプシロン星エリーダヌスザイプシロン星が挙げられる。 ハロールドレスター・ジョンソンとウィリアム・ウィルソン・モーガンによる1953年の改定されたスペクトル分類では12個の構成が K 型 Y 星のスペクトル標準性としてリストアップされたがこれらのすべてが現在までスペクトルの標準性として生き残っているわけではない。MK 分類においてアンカーポイントとして挙げられた K 型主系列性、つまり現在まで K 型母子の定義として変わらず、用いられ続けている構成には、リューザシグマ製、エリーダムスザイプシロン製、白鳥座61番製 A がある。MK 分類でのその他の主要な、スペクトル標準製には、ヘビ使い座70番製 A、ウオザ107番製、グリーゼ892、南のウオザ TW 製、グリーゼ529、白鳥座61番製 B などがある。 いくつかの文献での例に基づくと、多くの天文学者は、K7V と M0V と隣り合った分類であると考慮しており、K8 と K9 の分類は滅多に見られない。ヒップ111288やヒップ3261などのような小数の例が定義されて用いられている。エリダヌスザイプシロン成形の想像図。K 型種系列性は、 質量が小さく天体中心部での核融合の速度が穏やかなため寿命は約200億から1000億年と長く太陽よりも長期間にわたって安定した主系列性段階にとどまる。これは恒星の周囲の惑星系に誕生し得る生命にとって進化の猶予時間が長くなることを意味し軽型主系列性は地球外生命探査の対象として高い関心を 集めている。これは、赤色矮星も同様である。さらに、K 型星は、太陽のような G 型星と比べて、紫外線の放射が弱い。紫外線は DNA を傷つけるため、拡散を基礎とした生命の発生を阻害する可能性がある。また、K 型主系列星は、G 型主系列星よりもおよそ3倍から4倍多く存在するため、 惑星の探査がより容いとなる。M 型主系列性も非常に豊富に存在するが、これらの周囲のハビタブルゾーン内にある惑星は自転と光点が長石固定されている可能性が高く、また岩石惑星により影響を与えうる恒星フレアを起こしやすいため、生命が発達するにはより厳しい環境となる。赤色矮星よりも高温であるため、 K 型主系列星のハビタブルゾーンは赤色矮星の周りよりも遠方となる。これらの理由により K 型主系列星は太陽系外惑星や地球外生命の探査対象として最も適していると考えられる。いくつかの非常に近傍にある K 型星、例えばエリダヌスザイプシロン星 HD192310。HD グリーゼ86、ウオザ54番星の周りには惑星が発見されている。ありがとうございます。